Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
はい、そろそろ資金の細道開始いたします。順番の方は、ホワイトボードの方に貼っております。でキャラクターも間違いがないはずです。違うよっていう方いらっしゃったらよろしくお願いいたします。で、セロス様がまだの試合中のためもうしばらくな感じになります。もうそろそろ始まると思いますので、参加されたプレイヤーの皆様はご準備のほどよろしくお願いいたします。といっても呼ばれたら、イベント筐体座って対戦するだけですけどもよろしくお願いいたします。
こんばんは、川島です。マイクのテスト中、聞こえてますでしょうか。さあ、四季の細道、第89回ですね。さあ、実況川島でお送りします。さあ、開幕は、山本さんのチュンリーと千本くんのホーク。さあ、今日は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16人、16人参加。さあ、千本ホーク、雨の精度かなり良くなってます、最近。さあ、山本チュンリは投げる。さあ、くぐって投げるのは、はい、さあ、くぐって投げる。くぐって、飛び出してる。さあ、踏みつけ、抜けるのはね、あれかなり厄介ですね。さあ、ジャンプ中キック。さあ、トーパンの上。さあ、ホーク瞬時はワンチャンホークいけるかな。まあ、有利までとは言いませんが、まあ、ワンチャンはめれれば。さあ、しかし回してたところに戦列が入る。さあ、ほぼ山本さんのチュンリーが勝利。さあ、次は、裏ケニさん、ソフリー戦。裏ケニさん、なんと1キャンメホンダですね。さあ、あまり見かけたことはありませんが、さあ、この色は広島ホンダと同じ色ですね。さあ、大パンブンブンやっている。さあ、飛びを落とせない。はい、飛びをゲン。さあ、投げる。わからん殺し。さあ、悠長かな。さあ、ロースコアイ。さあ、これ読みがった裏毛二さんのホンダ。さあ、チュンリ側、なんとか距離を。ああ、そうです。いや、ちょっとでかいかなと。ああ、そうです。さあ、チュンリ側は気候圏、気候圏。そうですね、気候圏で飛ばせない、飛ばせない気候圏を打てば全然チュンリーが有利ですね。さあ、上を取られても、さあ、ここは何もない。さあ、距離を詰めていくホンダ。さあ、どっかで飛びを、そうですね、通すしかない。さあ、気候圏、気候圏相打ち。まあ、チュンリーはこれで OK。 さあ、歩いて投げに行ったらケツに引っかかる。さあ、上取られて、あ、ここは戦列が入ってなくて中盤ペシと。さあ、裏ケニさんがほぼ山本さんのチュンリーを倒して、さあ、次は、瀬尾くん。さあ、1キャラ目なんでしょうかね。さあ、瀬尾くん器用なんでね、いろんなキャラを使います。さあ、今日はガイル。さあ、瀬尾ガイル対裏ケニホンダ。さあ、これはホンダがかなり苦しいカードですね。ホンダの腕の見せ所ですよね。さあ、これワンチャンでね、でもいけるんですよ、ホンダは。そうですね、殺せますよね。さあ、いい感じで体力はリードしているが、こっからがガイルの真骨頂。さあ、ポパンは当たらなかったが、さあ、スカシジャンプ、うまいな。ソニック。さあ、ソニック。ソニック、まあ、ソニックは肝ですね。おっと、追いちょう。あ、追いちょう、ごめんなさい。追い嘘。追い嘘ですね。さあ、今、追い嘘の後ね、なんか、お互いに何もなかったですね、あれ。何も確定しなかったですね。気まずい感じになっちゃいました。あ、多分追いちょういけましたよね。まあ、話でやってればですね。なんか押してるというちになっちゃうかもしれないですね。ライブラーペシと。さあ、バックジャンプ、ダイパン。さあ、裏剣。うまいな。これは厳しいか、ホンダ。さすがの瀬尾くんのガイル。さあ、球の打ち方も絶妙。さあ、飛んだところ、大足。
最後はソニックしっかり見てましたね、あの対空ね。あれ台足だったけど、はい、ですよ、ホンダ側が中キックで飛んできたら小パンで落とすとか、アッパーで相打ち取って落とすとか、ちゃんとそこまで見てたと思いますよ、セロ君。さあ、ヒデン君。ヒデさんですね。ヒデじゃなくてヒデン。ヒデンさん、あ、ごめんなさい、ヒデンさん。ヒデンさんの竜、うん、南浦にはね、ビッグアンにはたまに来てくれてますけど、A4 君と、あ、ヒデンさん深谷の方、なるほど。さあ、ヒデン君は竜ですね。さあ、竜がいる。さあ、どうかな。竜がいるわ。かなり竜側のスキルが問われる戦い。竜が波動拳打ててない状況。さあ、ガイルが飛ぶ。さあ、ダブルスター。ガイルのソニックが押してる状況というね、よくわからない画面ですが。さあ、ソニックを見すぎてるとね、ああなっちゃうんですね。さあ、やっぱ裏剣怖いですからね。この弾打たないとね、何も始まんないです、竜は。弾を打たしてガイルを飛ばせたら勝ちみたいな感じですね。もしくは大足を当てに行く竜巻を読みで打ったら当たる。それぐらいですね。真空、真空だいぶ押してきたか。真空を使ってしまった。もう一度溜めたいところ。さあ、ハードナッツアッパイ打ち、セオガイル硬かったですね。残念、今一歩及ばずってところでしたね。あの体育アッパね、あれ本当セオガイル勝利、難しいんですよあれ。続いてヒデさんですね。ヒデンさんの次がヒデさん。ヒデさんはチュンリーいきなりメインキャラですね、これ。おいおい、あ、なるほど。本日ヒデンさんとヒデさんとデンさんがいる。ちょっと解説泣かせですね。ちょっとまずいですね、これ3人で組んでもいいんじゃねえかぐらい。ヒデデンみたいな。いいチーム名考えれますよね、多分ね。おっと、ビンタから百裂。さあ、ガイルね、だいぶ押してたんですけどね、ワンチャンで持ってかれちゃいましたね。そうですね、ピヨっちゃいましたね。投げてもよかったんですけどね。さあ、飛び中キック、ソニック。さあ、剣で転ばしたいが届かない位置で打ってる。ちょっとヒデさんにね、もうちょっと中盤投げを信じてもらいたいと僕は思います。ここは現代相打ち、すぐそれ的なね。さあ、ステージがインドなんで歩きが速い。さあ、3まで落ちる。おっと、しゃがみぐらい、どうしたんだ。さあ、ここはダブルサマー、それ、そのすぐそれ、すぐそれ、これは素晴らしい、いい投げです。いいキャラだな、これは。いい投げですね。ですね。いやー、ヒデチュンリ勝利。いや、いいと思いますよ。さあ、ここ続けてきましたね、デンさんですね。続いてデンさんですよね。デンさんですね、これ、はい、デンさんはベガ。いやー、ちょっとあれですね、まさか続くとは思わなかったですね、この3人が。さあ、デンさん、ベガですね。さあ、ベガよく使ってますよ、デンさん。さあ、チュンリー戦はあんまりやってないですね。しかし、でもね、あー、100、そうですね、100年遊べるカードって言ってる人いますよね、ベガチュンリーは。そんなに一つできねえよっていう。もうチュンリー使いが言ってるっていう話ですよね。さあ、デンさんはね、サブキャラで、いろいろ使うんですけど、ホーク、リュウ、あっと、あとベガですね。ここからカニが入った。お、うまい、バックジャンプチューパン反応できた。背中蹴りをジャンプチューパンで切っていく。さあ、俺が初心者の頃よく揉んでもらいましたよ。来た、このムーブ、このムーブ来た。クソムーブ、最低ですね、これ。さあ、デンさん苦笑い。最低ですね、このムーブ。いいと思います、かっこいいと思います。さあ、置き攻めはジャンプ、コキックから。さあ、百裂が勝つ。さあ、またクソムーブ。さあ、ここは投げ返した、投げ返した。百裂、やめろ、投げるんじゃない、この野郎。投げをだいぶこう警戒してしまう。しょうがないですよね。ない、タイトメアが止まるわ。さあ、あるのか、あるのか。先月、ここは行った。そうなんですよね、しゃがみ中キックに投げが、あれ、飽きてきた頃で先月っていうね。さあ、ここは、さあ、ここで、友田くんですね。友田さんは、今日、確か今日のエントリーは
この座は何でしょうか。いや、今日のエントリーはあれですね、1キャラ目からベガと、また100年遊べるカードがいいですね。さあ、いい勝負です、これ。そうですね、かなり荒川区にあるね、ゲームセンターのね、後半戦みたいな感じになってますね。バックジャンプ中キック、さあ、あれ何も当たらない。そうですね、5分の5ぐらいなところですね。さあ、チュンリー戦は友田君かなりやってます。さあ、そろそろ、さあ、うまい、おっ、それはうまい。さあ、最高、最高から踏んでいく。さあ、あれはテンション出ても食らっちゃうんですね。さあ、百列、さあ、めくりから投げ返す、投げる、ナイスガード、自分で言ってましたね、ヒデさんね。自分で自分を褒めている。このやつは、あの前ジャンプ中キック。着地を変で潰していく。デビッドリバースから拡散していくが、さあ、また弦か。さあ、投げにはいかず、バックジャンプ、大パンかな、今。いや、中じゃないですか、大パンかな。大じゃない気がする。大パン出っ放しだったんで中っぽいんですよね。全部同じ絵面なんで。ここホーバーセンターってうまいな。さあ、上から、さあ、ここはちょっと交錯したが、だから当たらない。はい、ジャンプ中キック強い。あれはもう落とす技がね、着地ダブルに下から投げる。ここはやりきった友田ベガの勝利。友田ベガ勝利。続いてグッチさん。さあ、今テンションかな、出なかったのかな、出なかった、うん。さあね、ベガの中キック埋めるのがね、かなり強い行動。フォーク、さあ、グッチさん、グッチフォーク。そっか、グッチさん今日あれですね。さあ、フォークベガ、エントリーリュウなかったっすよ、確か。あ、そうなんすか。さあ、ホークベガ、これはしかし、友田君は友田さんもだいぶ経験があると思われる。ホーク戦やってますよ、結構。さあ、逆にグッチさんはベガ戦そこまでやってないかな。そうですね、でも一回こかせばまだホークにチャンスが。ただそのチャンスがないですね。カニで終わりましたね。あのカニにもダイヤしか勝利を当てるしかないんじゃないですかね。上から行ってもダメだね。もう死ぬまで持っていける。あ、勝利スカル、あとスカル当たんねえのか。刺さった、しかし遠いか。遠い。お、あるある、これいける、あるか。あー、バックジャンプくらい、うまいな。あっ、あー、トマホーク、あー、ワンチャンあったけどな。なるほど、魂のジャンプ台形ですよね。さあ、ここは友田勝利で、続いて、友田ベガ勝利で、続いて、サイクロン、青井さん、サイクロンですね。サイクロン、サイクロン、青井サイクロン、青井さん、ザンギですけど、ザンギ以外が出さないですね。さあ、ザンギベガ、さあ、ザンギはいい勝負できます。さあ、ベガ側は逆にカニをもう徹底してやっていかないと勝てないカード。上から、おっ、スカム飛んでいく。あとは相打ちで OK。 おっと、最後後ろから、うまいな。ダブリー、ダブリーのアタックうまいっすね。あれ、ダブラリー落ちないダブリーになってます。ああ、なるほど、近いってことですか。いや、初段が、初段の1個目の足がめり込んでるとダブラリー当たっちゃうんですけど、はいはいはい、2回目しか出てないってことですか。そうですね。なるほど、はい、残技側としてはもう後ろにこう歩きながらダブラリーして初段を完全に透かしてラリアットの手が出てるところをこう2回転目に当てるぐらいしか当たらないんです。なるほど、ほぼ当たらない。投げていく、バックジャンプ中キックはしゃがんで揉んで小足台足、小足台足。さあ、コンパクから、さあ、ここはスクリーン行かず、あっと、エアー、エアー、ジャンプしてましたね、今。やっぱ
さあ抱きしめる、ゲージありますからね、空気を抱きしめる。おっとここはトモザミス、危ない、食い込んだがバックジャンプで逃げた。あ、何もしない、トモザも何もしない、これは確定。おっと削り切らなかった、ここは削り切れませんでしたね、青木サイクロン勝利。さあ我慢強かった青木サイクロン、勝利を手に。スクリュー出しました。さあ友田君が2勝かな、今2勝です。さあ続いてハテコリュウ、ハテコさん、ハテコさんのリュウですね。さあリュウ戦といえば青サイ、そうですね、リュウ戦の青サイ、道義戦が大好物。さあコーパン、おっとアントビー完璧、刺しんだアントビーからスクリュー、残儀使いみたいだ。あれ、うまいですね。すごいですね。さあ弾いた、歩きから弾き。さあでもどうだろう、2P が弾いたのかな、今ちょっと手元見てなかったですけど、なんかちょっと前にあの 2P 側も結構弾きがちゃんとできるようになったよ。素晴らしい波動拳をかいくぐっていく。あ、掴んだ、あ最後暗いもみ、弾いてますね、2P ガールもね、今見てましたけど、素晴らしい動き。さあ、おさえ2勝、あ、セロテムさん、セロさん、セロさん、違う、エクスパーさんですね、エクスパーさんか、はい、マグネット間違っちゃってますね。エクスパーさん、どうぞお願いします。はい、続いてエクスパーさん、リュウ続きますね、エクスパーリュウ。さあ四季の門番としてね、やっぱり起用されてますからね、エクスパーさんもね、残儀戦ね、結構僕大好きなんですよ、エクスパーさん、リュウ動き結構ね、俺とやってますけど、あ、や、うん、どうですか、まあまあですね、まあ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 まだちょっと物足んないかなって気がしますけど、ちょっとでも荒らしていきますよね。まあでも球の打ち方はね、だいぶ上手くなってるんで、あとは差し合いですね、ここはあんま下がんない方がいいんですね。エクスパーさん結構画面端に自ら下がりますよね。そうですね、結構下がっちゃう、で対空がまああんまね、しゃがみアッパーとかあんまり強くないんで、そこをもうちょっと強くすれば全然いけると思いますよ。あと歩いて中足とかね、差しに行かないとザンギザンきついっす。そうそうそう、さあダブラリー、おっとダブラリーがヒットしてる。さあ青サイさんは、ね、素晴らしいダブラリー精度ですよね、青サイさん見てからのダブラリー精度もかなりいいし、あと読みも結構鋭いんですね。はい、見てからですね。おっとアントビー近い、大勝利。さあ画面端は脱出したか、あー中キック、青サイミドル、しかしぐんぐん攻めていく。さあいいですよ、あの竜巻良かったですね、もう思い切って、あの中キックに黙ってしまうと青サイさん、おっとあれ、おシンクを食らっている、ダブラリで抜けたかと思ったら、ヘイラリでした、なるほど、短かったですね、ちょっとびっくりしちゃいました。あー台無し、さあ竜巻、あー中勝利だったか。さあここは大事には至らず、さあまだあるよ、エクスパーさん、あっ捕まってしまった、青木サイクル勝利。ここは前歩きのプレッシャーから弾き、さあまさかの緑対ブルーですね、グリーン対いや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 、おっとあなたそのキャラ使えないでしょ、おっとさあ同キャラ対決、セロテープ、残機対プロレス対決、青木サイクロン、インドでプロレス対決、さあリングでやると。さあ飛びからフラパワー、フラパワータイミングずれるんですね、あれね、結構対処する難しいです、あれお互いね投げはめ合うっていうね試合ですから、ね、さあコーパン、青サイチョップ、さあ青サイダイヤシ全部青サイをつけコーパン、さあ青サイ中キックでした、足払い、素晴らしい対空ですね、かっこいい。さあ中キック、左足、さあ遅らせて回している、さあコーパン、おっとステップ、ここで直接使う、上から行くよ、これ行ったわ、行った、
素晴らしい三段。さあワンチャンを生かしたセロテープ。1ラウンド目定評があったんですけどね、2ラウンド目勝ちましたね。さあ上から、この組み合わせ結構見てるんですけど、緑の方勝ってる回数の方が多いはずですよ。お、そうですか。ええ、あ、ここは読み分けて、また同じ手が絵面だったなんとセロテープ3勝青木サイクロン3勝でストップ、止めたのは続いてセロテープカーシムさんですね。あれ、はい、はい、はい、じゃあマイク変わって、この方、スペシャルゲスト、この方、こんばんみ、こんばんみ皆さんこんばんみ、猫集め仮面セロさん、くれ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 、クレジットがちょっと切れてました、すみません自ら投入、プレイヤー自ら投入という、ありがたい。お、いいカードですよ、これは。お、DJ 対これ、ザンギの見せ所。なるほど、セロテープさんに対、カシム DJ。 カシム DJ や、あれ、カシムさんって名前、カワシムまでが名前なんでしたっけ難しいことをいきなりよく考えたら今さらかな。そうですね、今さら気づいちゃう。あっと、ピヨっていく、あ、ピヨっていく。結構ね、ジャンプショーパンチ強いショット、ショーパンがね、出っ放しで強いんですよ。ジャックパンですよね。大キックでめくる。これいいコードなんですか。これ結構ね、熱いんですよ。へぇ、そうなんですか。ランギ側が断然 DJ の方が、あれなのかと思うんですけど、そうでもないんですよ。あっと、食らってしまった。しかし、おっと、ワンチャンあるよ。上からジャック、バーサルナイジャック、カシム DJ 勝利。続いてハルキングさん、ハルキングさん出た。この方、あ、違うのか、セロテフさんが負けてるから本田ですね。本田、ハルキングさんといえば本田。てっきり今ザンギ対本田なのかと思ってドキドキしちゃいました。あ、なるほど、違いましたね、勘違いです。ホンダが厳しいカードですけどね。ああ、そうっすか。いやいや、 DJ やっぱ有利キャラ多いはずですよね、多分。いや、どうなんでしょう、分かんない、分かんないです。多いような気がするね。メストのダイヤ1位でしたから。あ、そうですよね、一時期は。最初の頃ですよね。あーっと、来ましたよ。あー、飛んで張り手、おっと、刺さってる、突きが刺さっている、ドスコイが入りましたね。素晴らしいですね。ちょっとね、ダルシムス、インドだからあれなんですよ、早いんですよね。あ、それもありますね。頭突きの強がだいぶ早いはずなんですよ。あーっと、こう、そうですね、こういうワンチャンで痛む DJ、 あー、来ましたよ。おっと、投げていく、また投げていく、終わったか。あー、おっと、3回目で、これは厳しい寄るかと思ったが、ピヨらなかった。ハルキングさん勝利、ハルキングさん本田勝利ですね。続いて中島さん、中島さん、もしかしてまさかの、まさかの本田、本田今日同キャラ結構盛り上がってますねインド場所クソゲーの予感がするからそうですね、ハルキングさんの本田と中島さんの本田。さあ、ドスコイに交換。全く分かりませんね、この組み合わせ。あと間違いなく本田が勝ちますよ、本田有利ですから。しかし、全く分からない、頭突きで、張り手で削った。さあ、全く見ていてもどっちが有利か分からないあれね、なかなか頭突きに頭突きで返そうと思ってもね。もしかしてお互いやりにくい組み合わせなんですかね。あーね、見えないですよね、お互いね。もう、やったもん勝ちみたいな感じそうですよね、とりあえずこの距離だとね、当てりゃいいんだよみたいな。この距離だと見えますね。しっかり頭突きで対空していた。さあ、ハルキングさん勝利。勝ったのはハルキング、ホンダ。続いて、ロードさん。Yes。 あれ、ロードさんいんの。
そう？あれでも、頭突き見てから頭突きはもう半 S 剣ですね。これぐらいの距離になっちゃった、見えない。これはそうっすね、もう確実に剣が有利な気がしますね。ただ、日寄らなければ勝つカードですね、剣がね。前歩きがなんかすげえ遠い長、前歩き早くねえなんか、ホンダ。そうですね、ホンダターボですね。おっさあ、これは鬼無双、鬼無双でフィニッシュ。さあ、ハルキングホンダが一歩目、結構ね、大事に持ってるとこういうことがありますから、ね、さあ、波動も早いな、全く見えない、あの波動。いやー、剣の波動がいやらしい。見えないっすね、それ。いやらしい。ちょっと剣の波動って見えにくいっすよね。見えないっすね、背景と。投げる、一番正解。さあ、勝利出ないが、さあ、置いてある。釣った、うまいこと釣った。さあ、勝利剣、勝利で切っていく。早い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 。さあ、勝利、あ、間に合った。さあ、めくって、あっと、あるよ、あるよ、寄り道。あー、しかし当たっている。そうっすね、ここは100巻。そうっすね、ネタでしたね、やっぱりね。さあ、ダイヤシに100巻が当たって、はい、続いて、千本さん、ハルケングさんが勝利。千本さん、ベガ、あ、2周目ですね。さあ、千本、ベガ、そうですね。さあ、ドスコイ逆に出る。さあ、ドスコイ、さあ、上から、これはベガ厳しい。さあ、ベガ側は、さあ、距離を取れば、まだ分かんない。ちょっとめり込んだが、さあ、降りと。さあ、上から、これは厳しいぞ。取られちゃうときついですね。あそこは割り切ってね、あのバックジャンプ中間とかで対空で落とすしかないあれですね。あとは飛びを空中くらいで逃げるっていう手もあるんですが、ういちょ、さあ、ここはガード。さあ、バックジャンプ、ガード、続き、あー、おっと、後ろに落ちたが、サバ降り、落ちてすぐ掴みましたね。超速かった。さあ、次は山本さんですね。さあ、ハルキングさんが4勝目かな。さあ、山本さん、ほぼ山本さんが2キャラ目、チュンリー。さあ、またしてもホンダ。さあ、ここはオイチョー。さあ、大きい攻め、コーパンからオイチョー、ピヨって、コーパン、ドス、あ、小足ドスコイ。さあ、前ジャンプ、ジャンプ中キック、ガードできず。さあ、ハルキングさんが1本目。さあ、垂直ジャンプ、大パンかな今。さあ、気候圏、気候圏。さあ、そうですね、もうずっと気候圏です。ずっと気候圏、気候圏、気候圏。さあ、どっからホンダは飛んでくる。あっと、なんか変なのが出た。さあ、ここは緊急回避。さあ、空対空を読んでの早出しジャンプライキックでしたね、強いな。さあ、ここは読み合ったハルキングさんが5勝目。さあ、ここさあ、続いて、裏剣バイソン、裏剣さんはバイソンですね。裏ケニさん、バイソン。さあ、バイソンホンダ、さすがにきついか。まあ、いけないことないですね、でもね。さあ、おわ、いかにバイソンともいえど、ちょっと攻撃力がホンダの方が強いのか。まあ、どうですかね、ダイヤ的にはホンダの方がきついはずなんですが。あ、そうなんですか、バイソン有利なんですか。バイソン有利だと思いますよ。あー、なるほど。どうなんですかね。そんなに大きな差はつかないと思いますが。
一丁は。もう一丁。呼び口。ヘッド。ヘッドから掴んでいく。ずうずしい。さあ、中大。繋がっていない。あっと、ピヨった。さあ、ここは。コパコパですね。飛び込みからコパコパ。シューパンコパコパかな。はい。さあ、お互い、遠距離から。牽制していく。さあ、ドスコイ刺さる。うつきが刺さった。さあ、ここはガードしてしまうと。やばいぞ。おいちょは。ヘッドがバレている。さあ、ここは鬼武装。最後は。あれ、ヘッドで抜けれそうな気がしましたけど、抜けれないのかな。鬼武装。あ、続いて、ヒデンさん。さあ、ヒデン。ヒデン。ああそうですね。秘伝さんです。ごめんなさい。秘伝さんのザンギ。ザンギ。おっとザンギホンダ。ホンダにザンギで入っていく。逆にかぶせる。逆かぶせ。好きな人は好きですからね。好きな人いるんですかね。わかんないし言ってみただけです。タコさんは好き。なるほど。なんか秘伝好き秘伝嫌いみたいな。しかし、なすすべはないやはり、ホンダには厳しい6かな龍が、次あたりから出てくるんですよねやっぱ、ホンダには龍でしょうって、ね、いや、あの、チュンリもいけたと思うんですちょっと山本チュンリまだあのピヨピヨなんで、まあ、俺も人のこと言えないですけどね DJ ピヨピヨなんでもさあワンチャンいけるかあースクリューいってるわ今スクリューやってたんでしょうけど ねバックジャンプになってますね削られていくおっと最後は頭突きが刺さるいい本だ、うん、やっぱあれですねさあハルキングさんが勝利有利戦だけはちゃんとやっときたいですよねさあこれ瀬尾くん登場まず当面の目標としてはさあ、続いて入ったのはあ、ごめんなさいさっきガイルだったんで、で今回は続いて入るのは瀬尾さんですねベガですね瀬尾さんのベガなるほどベガ本田さあこれ結構いいカードなんですけどねまあベガがきついですけど、まあ、ワンチャンで殺せるんでベガ上からしかし先ほども見たこの絵面さあ逃げるちょっとベガとしては逃げがない感じ裏から入った目くりからピョッと5段いったあーやーるわそしてフィニッシュベガ10割ってやつですねこれねワンチャン、うん、恐ろしいドスコイに刺さると死ぬってやつですねなるほど即死コンボが入ってしまったよくガードしたな今ナイスガードでした今ねなんか出したくなる距離でしたけどねさあデビルバが当たってめくりからおっとガードできたかさあここはミスったがテイグが当たったかさあしかしなるほどさあダブルナイトメアねナイトメアは読んでいたしかし止まったさあハルキングさんがここまで7勝でしたねセオベが勝利、続いてデンさんですねちゃんと滑舌よく喋ってます今デン頑張ってダジズデンデン、デンさんのバイソンデンバイソンデンさんのバイソン戦はあデンさんのベガ戦はどうなんだっていうところですいやベガも使うんでやってますやってるならいいんですけどちょっとこの組み合わせ五分ぐらいですよ、ね。ああ五分じゃないと思うんですよね。バイソンがやっぱりちょっと有利です、ね、バイソン有利なあなるほど。あ逆かと思ってました。すみません。僕ベガ有利だと若干ベガ有利だと思ったんですけど違いました。なるほど。ああここはない。最高クラッシュですね。さあ、オア行ったところにデビルリバースさあ、ジャンプ中間でさあ、ここは掴みかけおっと、抜けた
今後ろに抜けてましたね。おっ、いい感じか。赤目くらいから投げ返して、さあ大足食らったが、あ、痛い、この大足。さあバックダンプ中盤、さあお互いあと一発ブンブンとぐらい、ほぼ一発。おっと、ダシャッパー、素晴らしい。今のは間に合ったね。今ね、音は聞こえないが、オアと聞こえたような気がする。ヘッド、ヘッドに引っ掛けていく。うまいな。お、さあガードした、だいぶ押せ押せで。さあダブルニーが入ってしまうが、さあこう投げ、コンパンスカシから投げ、さあ掴み、バックジャンプ中盤、最高。やっぱりちょっとこうなっちゃうとベガな気がするんだよなってところですね。あー、サイコが当たってしまった。セオベガ勝利。そしてお、さあ、また続いてヒデさん、ヒデさんですね。さあ100年カードにまた当たってしまった。さあヒデ死んだか。さあ今度はセオベガ、セオベガ対ヒデチュンリー、ヒデチュンリー、もうこのカードから逃げられない。さあベガ戦苦手説が生まれつつありますよね。そうですね、ヒデさん確かそんなこと言ってましたね。あ、言ってた。さあ投げ、さあ友座っぽいぞこの動きは。うまいな。さあスカッて、まあ、おっとバレている。さあちょっと下がってテンションが当たらない位置。投げ、投げる、やめろクソム、投げる、やめろクソム。戦列はガード、あー踏んでいった。さあここはセオ君が読みがってヘッドプレスで、やはりセオ目がジュンリーのことはよく分かっている。さあ飛んでくるんだろうと。さあ飛んできた、まさか後ろ落ちを投げる。さあめくり中キックからコパコパ投げを投げ返して、投げ、投げる、あっとピョッター。それあーちゃんと戦列入っていた。そうかよ、投げてもいい気がするわ。さあ投げられて、さあ今度は戦列、あ、戦列はテンション出さないですね。やばい、ピヨってしまった。飛びから3段背負いが勝利。ベガ戦に、あ、ベガ辛い、不安が、セイロンの次に一番辛い。さあ背負いが勝利で、ヒデさんありがとうございます。さあ次はグッチさん、グッチブランカ、なんか動画ハクさん見てますね。こんばんは、ハクさん、ハクさんですね。仕事で来れないみたいだったんですけど、動画見れるみたいですね。いいカードですよ、ベガブランカ、ベガブランカ、あ、うん、これいいですね。ベガがちょっと難しいですね。でもグッチさんのブランカ相当トリッキーな動きしますよね。はい、はい、すみません、ありがとうございます。さあ逃げる、さあ垂直から噛みつきは許さない。さあ置き攻めはチューチュー。さあジャンプ大キック強い、ピオリーチだったが、あっと逆にライト目や、あ、逃げたがバックステップに大ダブル2ですね。さあ垂直、垂直、さあピョン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 している。あれでも結構困るんですよね、垂直ピョンピョンしてるとタイミング本当合わせづらいですね、ブランカ。さあ神に1回も行ってないですね。これはベガ厳しいですよね。でも恥攻められたら投げられる。いい勝負。さあどうなるかな。さあ1個で削って、さあうわっ、今のジャッキックすごいですね。ああ神に行くとね、あれ中盤で拾われちゃうんで。さあちょっとブランカリード、ね、これも100年は遊べるような気がするんですけど。さあこれどうすんのかな。あ、まあ、10年ぐらい、ね、あおっとねじ込んでいく。ちょっと早かった。ねじ込んでいった。ゼロ
ゼロ秒から大キックが当たり。あれ、ボーンじゃないよ。まさか大キック、持続長かったんですかね。ってことですよね。これ友田くん。時間は止まらなかった。友田で。そして再びメガバイソン。セオベが勝利で、友田さん、バイソン。あ、さっきも見ましたね、あの後ろから、わあ。めくり。ちょっと分かんなかったっすね、今ね、後ろ落ち。はい、うち、大きい攻め、うめえな、ギリギリですこれ、多分さっきも思ったんですけど、お互いがやり方のコツ分かってないとダメですね。赤から直接掴みに行って、さあ、グランド、早いな、ホバー、まさかのホバー、おっと、最後、切っていくヘッドで、スパゴンで、スパゴン。ずりかくでしたね。さあ、こっちからさあ、我慢している友田。さあ、オアからさあ、中大ガードさあ、しゃがみコパンが捕まれて、だいぶ長いっすね、今の投げの前が。さあ、上からさあ、上から来るとね、でもワンチャンあるんですよ、ね、上側としては飛んでいく、踏んづけるか、あれを。さあ、友田は釣りのボールを出すが、瀬尾くんはギリギリまで見て、釣られないですね。さあ、上から、あっと、ここはデビルグラスが当たる。おわおわゼロドットか、最後にゼロドット間に合いましたね。さあ、友田バイソンが勝利。さあ、バイソン勝利。続いて、ハテンコさん、ハテンコさん龍ですね。これはちょっと致し方ないところありますよね、はい。さあ龍バイソンは龍がきついですが、龍に大いちょうとかついていてほしいですよね。ちょっとそうそう、かっこ悪いですね、龍がしたらちょっとまだチャンスあったかもみたいな。ヘッドにお釣りを入れようとしたところ、なんと掴まれてしまった。あれ、さあ投げ、さあ先に溜めて、おっとナイス勝利。さあめくり立つから、さあ15歳から大足、さあ投げしかし、あーやってしまった。逆にリバーサル。さあ、暗い投げ、これはいい選択ですね。あれ、俺も結構やりますね。結構あの固め、バイソンミスるとはやっぱり暗い投げされたんですね。さあ、ちょっと早かったが、ゴチゴチ、これは死亡。ストレート、ワンチャンで画面端に追いやって、っちゃいます。ゴチゴチかな。友田バイソン勝利で、続いてエクスパーリュー、エクスパーリュー、ここでモバン。そうですね、アタリスターですからね。友田バイソンどうでしょう、なんか苦手な気がしますが俺はさあゴチゴチ、なんか単純に殺しに行ったらすぐ勝てる、勝てるほど前夜祭ってくる、相当すごかったですかね。あっと、つながっている、つながってない、つながってない、失礼しました、ちょっとミスりましたね、つながってなかった。中足ファイヤーは当たらず、さあヘッド、さあ投げ、さあ台出し、さあしゃがみライパンから、さあ波動拳ちょっと危なかったか。さあここは激しい音を立てて、おっと昇竜、ここは昇竜出していく。さあエクスパーが取り返す。さあ垂直にはヘッド、さあ波動拳、さあ竜巻には大パン、竜巻、さあめくり竜巻、また空かす、かなり高いが、
中盤コア。ピヨっちゃうんだ。ピヨっちゃうんだ。トマトバイソン勝利。さあ次はザンゲフ。青木ザンゲフ。青木再建ですね。バイソンはザンギが、有利と言われていますが、結構有利に戦うにはスキルが必要です。さあここは青サイのおっと技を持ってしても友澤バイソンはいい勝負になっている。さあ台足、さあこうガードスクリュー確定だが、スクリューッと伸ばした。あれ今スクリュー確ってやつじゃないですか。確定ですね。ミスりましたね。ダブルリー。あーここは今大ヘッドだったらどうだったろうね。当たんなかった。抜けきちゃうかもしれないですね。大足届かない前にだったかなと思うんですけど、ただどうだろう。大足上手いな相打ち。そうなんですよね。あのオアに大足刺していくんですよね青サイさん。おーっと直接ちょっと歩きましたね今。ちょっと歩いた自称、ちょっと歩いたですね。素晴らしい。さあまたしてもそしてまたこの戦い緑対ブルーですね。青木サイクロン勝利で入っていくのは、セロテープザンギだからあなた使えないでしょ。またこの組み合わせ。はい、先ほどは緑が勝ったが今回は頑張ってください。さあどっちがゴムですから頑張ってください。どっちがザンギ使いとして上なのか。ザンギ有利、モンテ的な感じですね。さあフラッパー、お、出した。さあ垂直大キックから中キックで気負いそうでしたね。気負わなかった。ダブラリ上から、さあコーパン、さあ押さえチョップで落としていく。さあここはスローテープ、やり返してあるよこれ。またかまたなのか、また食らっている。この絵図は今日何回目だっていうね。3回目ですね。これ録画じゃないですよね。大丈夫ですよね。デジャブですね。デジャブパニックですね。うわぁ大足、あ、ピヨっていく。なんか立ち回りでは全然ね、青崎さんが弾いた。青木サイクロン取り返して、そう転ばなきゃいいんですよ。あ転んでんねん。相打ちだからいいか。さあジャンプダイパン食らって、あっと掴まれて、あどうなる。あっと長いな、ダンプダイパンが。歩いて中キック。さあ青サイが、青サイチョップ、下ジャンプでしたね。地獄釣りタイク上から、あー回しているのは勝利、青木サイクロー。今回は青木サイクロー勝利。そうですね、今日は五分ですね。さあ続いて川島さん。川島さんは出た、川島ダルシム。そうですね、なんか今度あの何でしたっけ、ヨーロッパの方にもテレポートするらしいんで、テレポートの魔術師と呼ばれてますからね。エスパーマミカってぐらいテレポートしますからね。燃えない、全然しかし近づけない青木サイクロン。でも良くないですよ、このダルシムが大量生産されちゃったら良くないですからね。まあヨーロッパ行っちゃうと、フランスでしたっけ。このダルシムばっかりになっちゃうと困っちゃうんだな。おっとテレポ、しかし時間がない。最後もテレポ、はじきバニシグが空を切った。
ちょっとね、青沢さん煽っていかないとあれなんです、あの真剣にならないかって時があるかと思ってまたしても近づけない。ジャンプを燃やしていく。お、弾いた。今インフェルノ、あ、インフェルノじゃない、ごめんなさい、クレイ、クレイ、おっとちょっと高かったか、ドリルが当たったが、よし、かっこよかったです、今のかっこよかったです、次もかっこいいところ見せてください。さあ頑張って近づいていってください。圧力あるんですけど、ね、ダメージ繋がってないんで、まだこっからですよね。さあ上から、おっ危ない、ガードできた、インフェルノは危うくバーベキュー、膝で乗った、しかし体力がそろそろ厳しい、ダイヤシー、あー飛んでしまった、ヨガファイアモード、カワシムダルシム勝利。続いて中島さん、あれ CPU 戦でダルシムダルシムになるんですね。あ、なるほど、なかなかちょっと見なかったよな。入ったのは中島ガイル、おっと上からピオリーチ、ビヨってしまう、投げヨガスルーは大パン、強パンチですね、はい、おっとサマーで切っていく、投げる、直接投げる、しかしテレポ、テレポを使うタイミングがすごい上手いですね、やっぱりさすがって感じです。完全に仕切り直しになりますからね、使うときには。ファイアモード、これは厳しい、おっとしかし切っていく、これ出るとこ固定されてんじゃなかったでしたっけ、あインフェルノ、インフェルノに落ちてしまう。続いてロードさん、おついにあれですか、話題のあのキャラを、常に話題のあのキャラを、これはさすがに S 型だが、 S 型ともいといえどちょっとだいぶ厳しい組み合わせだって話ですよね。あ、そうなんでしたっけ、削っていく、スラストからファイヤー、早い、そっかこれあれですね、ワンチャンピオらせれるからか、タイガー早くて、おっとインフェルノ、すぐ取りからインフェルノ、これは厳しい、台足を振っていた、タイガー上、タイガーを混ぜていく、ファイヤー、心なしかタイガー打ち負けてる気がする、頑張ってほしい、エッサが、ですね、弾が勝負のゲームですからね。あれそうなんでしたっけ、弾なしどうしたらいいんですか。さあ、ヨガファイヤー、しっかり飛ぶとこうなる、そしてインフェルノ空中で食らってしまう、続いてハルーキングさんですね。
さあ、2周目最後のプレイヤーが千本さん、あーごめんなさい失礼しました、ハルキングさん、ホンダ、ホンダ対ダルシムですね。さあタイクって感じですね。おっと一応おっとここでもテンポバカになる。おっとファイヤー踏ませる、うまい。フレイム、フレイムファイヤーモード、ここファイヤーモード、これホンダ厳しい。カワシムダルシム勝利。続いてあれですね、カワシムさんの連勝数をカウントしていく感じですね。千本さん、あれ千本さんいない、いますいます、お願いします。さあさあ、千本さん、フォーク、選んだのフォーク。フォークも近づかなければノーチャンス。三角だが、ファイアモードになってしまった、厳しい。どこかに何かが当たった感じ、ちょっとこのゲーム絵面的におかしな当たり方結構しますからね、見た目であれっていう時が結構あります。おっとお釣りが入る、おっ失敗した、直撃インフェルナガード、あーっと飛んでしまった。ここでカーシムさんが4、あ、なるほど。さあ実況の2人が対決となっちゃいましたんで穴埋めで喋っていきます。さあカワシムダルシム対山本チュンリーですね。さあめくってった、めくってった、この対決結構どうなんですかね、ダイアグラム的に言うと結構いい勝負な画面を見るような気がします。あーいい投げですね、もう投げたがり、あーっとまず1本、ダルシム側ですね。ヨガファイヤーが早い、あーっとバカになった。チュンリーも判定が強いから背中蹴りとかかなりの、あーっとこれ対空で、あー戦列だ、戦列炸裂でしたね。アシム3勝負。はい、ノーチャンスでした。続いて裏剣さん6、カワシムダルシム6勝。さあ選んだのはバイソン、
ちょっと食らいすぎてるんじゃないか。さあ見てからクレイジーだがガード間に合った。ファイアモード、おっと当たっている。これは攻撃力の差が出た。おっとあんな近くからドリルですよ。おっとやったファイヤー、つながってなかったか。バーベキュー、さあ開幕ヘッド下からジャクスラから投げ、おっとめくってく、ジャクスラでめくってく。さあファイヤー、あっとこれは体力差が結構ひどい。うん、スラスト川島ダリスの勝利。最後ですね、続いて秘伝さん最後お願いします。はい、おここでダルシムザンギー、秘伝さんのザンギーですね。秘伝さん深谷勢ですけど電車まだ大丈夫なんですか。あーなるほど、あれ車なのかな、電車じゃない可能性がありますよね。やっぱりうちに泊まることが確定しました。あ本当ですか。ロード亭ですね。ロード亭一泊あれでしたっけ、3万5千円とかでしたっけ。いや普段4万2千円のところが3万2千円ぐらいですね。はい、焼き殺されてしまう。もうちょっと頑張ってほしい。しかしちょっと近づけないから厳しいと思われる。うかつに、ね、ダブラリで抜けるとね伸びるが来るんで2ヒットしちゃ う, っていう恐ろしい状態ですね。これどうしようか。さあファイヤーどうしようか。そうですね、いわゆる一点ってやつですね。東西戦でよく言われるやつですね。どうしようかどうしようか。今さらダブラリ出してこかせばワンチャンってことですね。点数はなるほど、1点じゃなくなる、これあもうリバサ出せない。あーっと抜けてしまった。ダブラリはまずい。1点、見事な1点でございます。1点あまりスコア関係ないゲームなんですよね。いや実績解除ですよこれ。じゃあカーシムさんが7勝ということで1位のハルキングさんのホンダと7勝と同率ですね。1位に8勝、ごめんなさい、カーシムさん8勝ですね。8勝なので同率じゃなかったですね。カーシムさんが 1P2P を選べる。なるほど。さあ決勝戦、カワシムダルシム対ハルキングホンダ、3先でお願いします。3先、先に3回勝った方が勝ちと。最大5回までいきますね。あれそうですね、最大5回まで。ホンダ対ホンダ対ダルシム、これはありますよね、ワンちゃん。どっちがワンちゃん、これ本当難しいんですよ、ダルシム側が。そうですね、ホンダは結構ゴリゴリ近づいていって殺すっていう感じの、ちょっとしたことがね、ほんと負けるようになるというか。刺さる、さあ上から100巻テレポ、おっと100列目出る。まずはホンダ、まずはホンダ先制したのはハルキンさんのホンダ。いやこのね100巻が本当鬱陶しいですよね。あー掴んできた。いやさすがのダルシムともいえど、あーっとサバを打った、そのまま取った。1試合目はハルキングさんのホンダ。あれ掴み連携はねダルシムそうですねなっちゃうんですよね。
で無敵技がないと厳しいですよね。ためじゃないやつが。そうなんです。おっと燃えた。さあ燃やしていく。さあ間合いを離したいが、やはりダルシムはこのファイアモード。おっとピヨった。何かが当たったが、張り手と何かが。なんかあぶしていく。おっとうまく逃げた。逆が逃げた。ここに無双、お釣りがない。あれはちょっと、あおっとしゃがみジャックパン対空。あの判定すごいですからね。フライ判定なし。さあファイヤー。さあ間合いを離したい。これは危ない。おっとドリルからピヨッタ。ドリルスラストスラストピヨッタが安い。これは当然鬼武装があるだ思われる。かかる。おっと止めた。鬼武装落としていく。おっと燃えた。おっとフレームだった。いい角度でしたね今。腹から。さあ2試合目は、川島ダルシム。いい勝負です。1日ですね。日本対インド。さあ日本対インド頑張ってもらいたい。日本をインドにしてしまえって言われますからね。さあ。ちょっと川島さんが順応してきてしまったかって感じですね。ドリルの当て方がいいですね。まずはダルシム。まあでもホンダも火力があるんで結構ひっくり返るときが。ダウン。これ厳しいですね。画面端インフェルノガードしているが百列前を離されてしまって厳しい。おっとドリル素振りですね。機能してますね、うん、3本目もガシムダルシム。さあ2-1ですね。クレクレクレスロー様クレ入りましたね。さあ4試合目ラウンド1ハイ。結構開幕の間合いも結構危ういというか。そうっすね。間合いを離したいというか、お互い一撃入っちゃう間合いですよ。そうっすね。一発ある間合いですね。ファイヤー。おっと飛んだ。飛びが通ってますね。あーっとうまく逃げてる。ゆるどりで逃げていく。インフェルノ。対空インフェルノですね。着地1フレってやつですね今の。あーもうボボボボボってやつです。ノーガードになっちゃう。さあ先にリーチをかけたのは川島ダルシム。おっといい対空。これは厳しい。対空の選び方が本当的確ですね。そうですね、いろいろあるけどこれでいってみましたみたいな。おっときましたよ。おいちょ、おいちょあるよ。ワンチャンあんのか。よりいちだったが逃げれた。おっとインフェルノの頭突きを出していた。無敵時間が足りないですね。はい、なので3試合3試合目、はい、川島ダルシムさんで、はい、優勝は川島ダルシムさん、一言お願いします。お疲れ様でした、川島です。ハリキングさんとの本田戦、面白いですね。本田ダルシムね、海外勢ではね、多分本田有利とは言われてるらしいですけど、まあダルシム側のスキルが多分足りないですね。
ダルシム、俺からすると、まあ、ちょっとダルシム有利かなぐらいなんですけど、とてもいいカードだと思います。あ、今日はたまたま、たまたまですね、カルキリさん勝利、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、第89回四季の細道ですね。本日2018年8月31日、優勝はカワシムダルシムさんでした。本日あれですね、8月31日ということで今日最後の日です。皆さん宿題大丈夫ですか？宿題今日までですよ、頑張ってください。はい、明日から9月ということで、で、あれでしたっけ、明日は土曜日か、明後日の日曜日ですね、荒川区のゲーム方のゲームセンターで、V3 ありますね。で、その後あれですね、皆さんお楽しみの十崎小物道っていうのがありまして、某有名な竜使いの方と有名なチュンリー使いの方が対決されますということで、もし興味のある方はぜひぜひ見て、生で見るか配信見るかで見てみてくださいということですね。あと何かありましたっけ。あー、エクサーのあれが次の大会ですね。エクサー、あれ何人だろう、2オンみかん社のみの大会ですね。大きな大会で優勝し経験のない方のみエントリーできる大会の、日程が確か告知されてたかと思いますが、いつかと言われると今即答できません。ちょっと今確認します。確か開催日は10月ですね、10月14日の日曜日、10月14日の日曜日ということで、はい、あれ、なんか喋りたい人いませんかね。告知がある方、ヒデさん大丈夫ですか。告知があれば言っていただいて構わないですけど、大丈夫ですね。はい、じゃあ一旦とりあえず今日配信、あとの試合垂れ流しとなりますので、興味のある方見てください。特に告知もあとありませんので、またそうですね、もう89回、早いもんですね。初めて四季の細道89回目となりました。次回90回ということで、なんか切り番100回には何か考えたいなっていう話を今日ちらっとしてました。もし意見等あればどしどしこちらまでって形で、ちょっとまあいる人間で考えたいと思いますので、またよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
Thank you.
さあ、失礼します。川島です。さあ、青サイザンギー、うまいですね。まあ、DJ は俺がやってたんですけど、やっぱね、DJ ザンギーはね、ちょっとザンギーが有利なのかなって感じですね。一回転ぶと、ほんときついっす。さあ、青サイさんレベルになると、もう一回ね、転んだら逃がさない確率がかなり高いんで。青サイさんがとんでもないと言ってますけど。今やってんのは青木サイクロン対ほぼ山本チュリアが勝てるんですよ。何気になんかサクッと食らってしまう。俺の DJ に勝ったザンギエフがサクッと負けないでください。さあ青木サイクロン弾いていく、壊し重ねからなぜか弾いていく。さあでもあれね、遠い前からちょっと歩いてスクリューの場合は弾けないと間に合わないですね。さあラブラリー。さあ関東のザンギスカンラブラの上位に位置するオキサイクロン。さあスクリュー、さあチュンリーは1回ね、こうなるともうテンションで逃げるか。ああ確定ですね。上にいないとダメですね。それかなんか無敵技を出しないとダメですね。投げた後地上にいると投げられてしまうので、投げた後もチュンリーはバックジャンプとか、あとはもうスクリュー読みのテンションとかでね、やるしかない。垂直で飛んじゃうと結構動かれる確率高いんで、あのチュンリーのね、高めのあのジャンプ中キックとかはザンギーはもう空対空で落とすぐらいしか上は落とせないんで、チュンリー飛べる位置にいたらガンガン飛んでいいと思うんですけど、まあ基本飛行圏ですからね。オサイチョップ、あそこは落ちる前ですね。あれよりちょっと遠いと、あのコパンがチョップにはならずに、あの前のジャブみたいな変なコパンになって飛びが落ちないんですね。さあプレッシャーのかけ方がうまいですね。さあ場に行ってもんでごまかしている。さあシレット平気な顔してますけど、あれはミスですよ。さあアントビー成功。さあ今もうガードしちゃうとね、ハメがないんでね、ワンチャン投げ返すしかないですけど、あとはスピニングバールキックで逃げれる可能性もまあゼロではない。スピニングバールキックすごい落としづらいんですね、ザンギが当たる。コパン連打とかしててもなんか目の前に落ちて、そのなんか落ちた時の折り際なんか足を食らうとかあるし。さあ再び山本俊理。あ、これ言わない方がいい。あ、恥ずかしい。そんなことないと思うんですけどね。まあ残り戦、まあ、チュンリー結構有利だとは思いますが、まあ、ワンチャンザンギはいける要素があるんで、まあ、飛行圏モードですね。もうちょっと、うん、球の打ち方をもうちょっと散らしてやるとザンギ側がもう飛べなくなります。ただ青斎さんはね、あの目の前で見てからラブラリーがかなりうまいんで、貢献打つのも慎重にならざるを得ない。その慎重になってるところ裏をついて前歩いてくるんですね。あの前歩きに春里は逆に前歩いて中キックとかを刺しに行くぐらいですね。しないとプレッシャーを跳ねのけられないんですね。さあ残機は前歩いてスクリューは一瞬遅れるので、そうですね、今みたいな感じですね。
今弾いてましたけど間に合ってなかったですね。あの中キックの差し、あとは気候圏近い前だったら、まあでも近い前でもジャグで打たなきゃいけないかな。飛ばれた時にね、ジャグだと引っかかって落ちるんで。さあ気候圏もうちょっと打ちたいですね。さああの飛びも気候圏で相打ちを取って落とすと、それぐらい気候圏をガンガン打って、さあこれも死ぬ、死ぬ、まだいけるかな。戦列、あっとなんか変な場合の会社の大キックでさあ当たらず、さあまだわかんない。さあ弦が当たって、さあ弦が当たって気候圏いいですね。今みたいに、うん、前歩いて足を当てに行くと、すると残機側は前取りがすごい難しくなってくるんで、そう簡単には画面端に詰めれなくなるはずなんですが、さあチューチューチューピオリ、そうでピオらない。そこは残機のピオリ体勢ですね。ダルシムならそこピヨってますわね。ジャンプ大パン、あれがね、たまにやるとすごい長いんですね。あれね、ここで当たらねえだろうと思うところで当たるんで、さあバニッてゲン、さあ掴んで、さああのダブラリオ、けうまいな。さあダブラリオ投げる、けさあ発見を重ねに切ったが、おお、これは戦列。さあ確定して、さらに追い打ち、8ヒットかな。さあチュンリー勝利しましたね。さあさあちょっと悔しそうな青瀬さん、レンコインレンコインで、さあ残機、いや、たまにはね、いいんじゃないですか、こういうの。誰がやってるかわからないとね、見てる人もちょっとね、面白みに欠けるんで。さあ、今のが、噂の、青サイライパンですね、守れたの。弾きスクリーンを見すると、ダイナマイトパンチでしたっけ。そう、さっきなんか、セルテープさんが教えてくれましたね。垂直大キック、あのまだ強いんだな、歩いて投げる。さあ調子に乗ってきた小山との歩き投げを通して、あ、うまいですね今のゲーム、よかった。さあ中足、今の落としたかった。そうですね、中キック、あ、もうちょっと遠い前だと大パンとかで落ちるのかな。さあ戦列は当たらず、しかし良かったよ今のは。さあチューチューいいですよ、チューしいいですよ、いいチュー、よし。さあ弦が刺さって、さあ連敗、まさかの連敗ですね。あ、色が悪いと、なるほどね、地球の青ですからね、俗に言う。そうですね、なんか弦がよく当たるようになりましたね。さあ小足からスクリュー、中キック、さあバックジャンプコキック、あれも強い行動の一つ。さあ弦ジャンプしたところに当たってる。さあ戦列確定、さあ拾えず、さあ2ロット、1ロット、あと1ロットですね。さあタッチューキック、さあナイス対空、いいですね。あれ間合いをね間違えると、あの一歩負けしたりするんですけど、まあ、今の選択が良かったです。さあここは大パンの今ザンゲフは相打ちで体力リードしてますね。さあ掴んで、さあここは青サイさんがミスって、さあ弾きが出ず、さあ5パン、青サイチョップ、
ボタンを押してるだけ、はい、これだけは絶対出るんですよ。それさあ大パンから弾きに行ったがバニシングが漏れる。さあ垂直大キックで対空。さあ飛びを落とさなければほぼ負けない。そういいよ今の。あー中キックがスカッター。さあ今対空の選択を間違えるとああいうことになりますね。これ2クレ目です多分。色が黄色いんで多分今の場合はあれかな、立ち台キックとかだったのかな。ただ立ち台キックあれなんですよね、出が遅いんですよね。先に置いとく気味じゃないと間に合わない可能性もあるね。もしくはもう前歩いて近距離タッチューキックの対空あれが強いんで。さあ抑えチャレンジ、さあ誰が行くのか。さあザンギはなんとなくね、の試合だと敬遠されがちなんですがさあなぜかというとね、一方的になるか一方的にキャラがね、キャラがっているとか、まあ、逆に道義戦だと青沢さんかなりうまいんで、かなりレベルが高くないと話にならない。中詰めでもダブラリー食らいますか。前をちょっと考えてやらないと。バルログもね、まあ一回ダウンさせちゃえば結構バルログ有利になりますけど、それまでは結構難しいと思いますよバルログも。さあ今のが青サイファイナルアトミックバスター、ジャンプしてからやります。あ、11時ぐらい、はい、さあ最後もうそろそろ配信が終わるということで、さあもう一度、リベンジですね。リベンジ久保山田と龍です。それでは自分もちょっとのじ合いしないとこれに行って失礼します。川島でした。
ー